おはようございます。さあ、本日はですね、サーフショップお休みなんですけども、なんとあの CT 選手コナオレアリーさんのインタビューさせてもらえるということで、後ほどちょっとサーフショップでやっていこうと思います。前回ね、ウェーブプールでのスーパーセッション上がっていると思うので、そちらの方まだ見てない方はぜひチェックしていただけたらいいなというふうに思っております。今回はプライベートな質問などもコナさんにさせてもらおうと思ってるんですけども、ライブ配信などで質問なども募集させてもらいましたし、僕もねしたい質問などがあるので、オリンピックについてとかもなかなか今回触れられていなかったので、そういったちょっとコアな話などもしていきたいなというふうに思ってるので、ぜひ皆さん最後までご覧いただけたら嬉しいなというふうに思います。というわけで準備して向かっていきたいと思います。じゃあコナーさんが来てくれました。おいす、お願いします。お願いします。おいす、今日はちょっとプライベートなインタビューを、毎回さシチズンさんでいろいろ撮らせてもらったんですけど、今日はYouTube で結構見てくれてるコナのファンの人からいろいろ質問もらったんで、ちょっとそれにいろいろ答えてもらおうかなと。日本忙しいですか？忙しいですね、やっぱり忙しい。でもやっぱりいいっすね、その忙しい、まあ、フィーリングやっぱりいろんなとこ行って、子供とかに会いに行って、まあ、一緒にサーフィンに行ってとか、僕には一番大事だと思いますから。なるほど。楽しいですね。楽しい。疲れてるけど、でも全然平気で楽しいです。楽しくやれてるってことです、ね。やってるです。わかりました。じゃあちょっといろいろ質問していくので、よろしくお願いします。大丈夫です。じゃあコナンさん、お願いします。おいっす。まずは、今回日本に2週間ぐらいいるのかな。はい。日本に来た理由というか目的を教えてもらえると嬉しいです。オリンピックの後、日本に来れなかったから、応援してくれた、まあ、ファンとサポーター本当にありがたいので、それで、来て、まあ、みんなに、まあ、ありがとうって言って、大事な理由、今回来た理由は、はい、結構いろんなところ行けてるんですか？いろんなところ行った、まあ、最初おばあちゃんの家で国立に行って、最初は国立に行って、そして庄内に来て、サーフセッションやりましたね。サーフセッションやって、ちっちゃかったけど、まあできてるから、ちょっとできたね、はい、その後千葉に行って、千葉も行ったんだ。千葉下行って、そして平沢原行って、平沢原ね、サーフ千葉も行ったんだ。サーフ千葉行って、トミちゃんのサーフショップの試合やったから、まあそれで、まあみんなに会いに、その閉鎖の、まあ、コミュニティ、すごいサポーターあるから、ありがとう。お母さんもすごい仲いいもん。仲いいっすね、はい。トミちゃん生まれた時に、まあ、知ってるから、家族ですよね。家族だね、もうファミリーだね。それちょっとエクスプレッションセッションやって、そしてその後静岡行って、すごい行ってますね。シチズンの、取材やりましたね。やってサーフスタジアムもやったし、その前もやってたんでしょ。その前もやったシューティング、プロモーションのやつ。お前崎でちょっとサーフィングとか、シューティングをして、その次の日ウェブプリ行って、会社と、まあ、エアとかを練習して やったねちょっとだけやって楽しかったね。その後下田、伊豆に行ったんだね。伊豆行って講演会やってたね、はい、いっぱいキッズとかも来てたでしょ。すごかった、400人ぐらい。そんなに来てたんだ。すごいね。超びっくりしたよ。日本語は本当に良くないから、もう超緊張してね。緊張した何言うのって思ったけど、ちゃんと喋れた、まあ、ちょっとだけね、喋れた。なるほどね。その後また湘南に帰ってきて、そうだね、3人会すごかったね。あれも人いっぱい、すごかった。最初全然人いなかったから早く終わるかなスローかなと思った。でも、まあ、もう座った時もガンガンガン人来てたから、コナン人気だからね。最後大パンピングしてて、すごかったね。なんか行ったんだけど、コナンがどこにいるか分かんないぐらい人だったから、すごかったね人。湘南は本当に僕には結構大切なサーフィングのコミュニティだから、ここでサイン会やって、みんな、まあ、会いに来て嬉しさ、本当に、まあ、あれはあんだけ来てくれたらすごいハッピーになれるんですね。ハッピーだから、それで、まあ、とても、まあ、嬉しかったです。こっから、明日、そうだよね、これ、そうだね、この後にまた仙台行くんですね。これ明日仙台行って、仙台明日、明後日、遠いもんね、そして帰ります。なるほど、うん、すごいタイトな
スケジュール、ビジーなスケジュールですね、まあ、来年来たら湘南にベースして、うんうん、もうちょい波スコアしたい、うん、もうちょっとなんか時間かかってオンペースで、やろうかな。るほど。でも今年オリンピックだからいっぱいサポートあるから、うんうん、それでみんなにありがとうとか言って、いや、来年もお願いしますとか。めちゃくちゃ忙しかったっす、ね。はい、それはわかりました。でもいいっす。はい。じゃあコーナーさんどんどん質問していきますね。じゃあまずは多分コーナーさんのこと知ってる人多いと思うんだけど、うん、まず何歳か教えてもらえますか。今31歳。31歳、はい、バースデーは10月12日。10月12日ですね、はい、なるほど。1993。おお、ね、それもちゃんと言えるんですね、すごい。じゃあ身長と体重を教えてもらえますか。身長は188かな。190ない。190はない。体重は体重90キロ。今92だけどオフシーズンだから、ね、でもいつもは90キロぐらいです。うーん、シーズンオンになると88とかになるの。88はなんないね、うん、まあそのパーフェクトの重さ、うんうんうん、90キロですね。やっぱり90キロがベストだ。ベストです。90キロでもスモールウェーブ乗れる。乗れるっす、うん、全然平気で乗れるから、まあ重さがパワーいいし、まあ、軽くなれるけど、うん、よくはないかあるか分かんないですね、やっぱり軽すぎてもダメだし、うん、重足だったらもうちょっと軽く、あ、ライトにしないとってこと。ちっちゃい波が。なるほど、ね、でも CT は結構ヘビーな波だから、うん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 、その重さは結構いいです。なるほどね、うん、ちなみにそのシーズンオンオフだと食べるものとかあんま気にしてない。何でも食べちゃう。気にしてるけど結構軽く軽くやっぱり、うん、日本美味しいから、まあ、美味しい、ちょっと太っちゃうんじゃない、うん、太っちゃう。いつももう帰って3、4キロぐらい増えるからそう、最悪。最悪でも大丈夫大丈夫、うん、帰ったらでもじゃあ次の試合に備えてあれだもんね。トレーニングいっぱいいっぱいガンガンして。なるほどね。早く90キロに行けるからね。うーん、ちなみにトレーニングとかはどんなことやるの。シーズンオフの時とか。シーズンオフはやっぱりウェイトトレーニング。ウェイトが多い。バイクとか。あ、バイクもやるんだ、うん、やってるっす、うん、バイクのマシン。マシンやってるっす、うん、じゃあ普通の道を走る、ロードを走るんじゃなくて。走んないっすね。走んないんだ。やっぱり走るのはサーフィンによくないっす。あ、そうなんだ。硬くなるからね。あー、そっか、硬いとこ走るとか、うんうん、だからそのバイクとかロアとか、うん、そこでできるやつ。いいよ、ね、うん、マスクとかつけてやるの。つけてないっす、うん、じゃあ普通にナチュラルにバイクやってる、はい、ランニングマシンみたいなのはやんないんだ。じゃあやんないっす。やんないんだ、うん、やんない。ビーチでダッシュとかはたまにやってる。あ、やるんだ。去年、うん、ランそれちょっと挑戦して やったんだ。どうだった。それは体に結構いいっす。ショートダッシュ、うんうんうん、10m、なるほどね、15m、20m、うんうん、で走って、うん、回って戻る、うんうんうん、ちょっとスピーディーな動きしていくみたいな、クイックな動きができるようにみたいな。その長くトレーニングはサーフィンにあんまり良くないと思う。うん、なるほど、ね、やっぱりサーフィングって波が始まって終わる時、うん、もう5秒ぐらいだから、すごいちょっとだもんね、うん、クイックにやれるかどうかが大事ってことですね、うん、はい、そしてウェイトトレーニング、怪我しないように、うんうんうん、フィジカルもちゃんと筋肉をつく、ちょっと強くする感じが、うん、分かりました。じゃあコーナーさん、オリンピックのことちょっとあんまり聞けなかったんで、うん、ここでいっぱい聞いていきたいと思います、はい、今回初めて日本の代表としてオリンピックに出ましたが、試合はどうでしたか。まあ良かったこと悪かったこといっぱいあると思うけど。結果は良くなかったけど、うんうんうん、まあ本当にいい経験にはなった。経験にはなった。オリンピックって特別な試合ですよね。すごい緊張した。緊張はしてないけど、うん、やっぱりそのサポートと、うん、ビッグサポートだ。まあすごいですね、やっぱりメッセージとか、うん、もうみんなその応援がすごかったです、うん、CT の試合よりね。あ、本当、うん、みんな見てたね、やっぱりオリンピックだからね、うん、こんなみんな応援してるから頑張らないとって思ってたね、やっぱり。それでもっと、まあ、チャージングできたし、本当に 100% 使えるエネルギーを使ったから、じゃあ結構応援してくれて、みんなプッシュしてくれた感じだ。プッシュ、あ、本当ですよ。緊張するって普通だから、うん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 、みんなするから、うん、緊張の考え方は平気と思って、うんうんうん、次の集中することは何ですかと、うんうんうん、いつも僕に思うから、うんうんうん、なるほどね。そのポジティブなマインドセット、はい、みんな応援してるし、うん、
だからちゃんとやってくださいって思うしてたから、あんまりこうじゃあアップダウンをしないようにはしてたって感じ。ブラジルの選手とかも結構ヒートアップする人いるじゃん、うん、じゃなくて、まあ、ネガティブもならないようにクールにこう、うん、平常心って日本語だと言うんだけど、はいはいはい、僕にはそれが一番合うっすね、やっぱり。僕ヒートアップするとやっぱりもうパンプアップしすぎて、うんうん、やっぱり良くないから僕には。あんまりいい方向に行かないと、うん、なんかあんまりいいディシジョン、うんうんうん、アウトオブコントロールになっちゃったりするみたいな、はいはいはい、カームだったら、うんうんうん、もっといいディシジョンをできるかも、うん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 、なるほどね、うん、まあみんな違うよね。でもねみんな違うけどね、コナーマンとかそうやってちゃんと落ち着いてコントロールできた方が試合の時はメンタルがすごい調子いいみたいな、はいはい、じゃあこのまま質問していくんですけど、このオリンピックに出る前と出た後変わったこととかある？変わったことはないですね、やっぱりあんまり変わらない、あんまり変わんないけど、人がああコナン知ってくれた、知ってくれた、うん、有名になった感じだね。もうちょっとだけね、ちょっとだけそれだけじゃないきっと、うん、なるほどね、ちょっとやっぱ有名になって、ちょっとじゃあ見てくれてた人多かったってことです。もうちょっとファンを、多くなったよね。なるほどね、出る前よりはみんな注目してくれてファンが増えたって感じです。やっぱりそのオリンピックの前は本当のサーフファンだった、うん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 、オリンピックの後はサーフィング してない人に、うん、まあ、やっぱりあこのあれって思うからね、うんうんうん、見てもらえるようになったってことですね、はい、すごいいいことっすね。いいことですよ、ね、うんうん、なるほどね、わ、うん、かりました、はい。じゃあコーナーさん、オリンピックの試合の時のちょっとお話聞きたくて、うん、E さんと当たったヒートで負けてしまうんですけども、そのヒートの時結構コンディションがソリッドな波が来てて、すごい危ないコンディションでもあったと思うんですけど、あのコンディションの時使ってたボードがちょっとなんかコンディションにフィットしてないようにも見えたんですけど、うんうん、その辺はどうでしたか？ちょっと小さかった、ちっちゃかった、やっぱちっちゃかった、うん、6-4 を使ってたけど、うんうんうん、やっぱり6-6の方が良かったかもと思います、うん、なるほどね。やっぱり朝のヒートだったら、うん、その6-4は良かったから、なるほどね、クリーンで全然平気で、うんうんうん、テイクオフとか大丈夫だったから、うんうんうん、6-4は僕には平気だったけど、うんうん、まあその夕方ギリギリだったもんね、温床はちょっとなんか難しかったから、ね、かなりもうちょっと長さがきっとあった方が、あった方がなんか早くテイクオフできると思う。結構危ないコンディションでした、ね、結構危なかった。でも本当にその時やっぱり温床だったから、うん、もう行くしかない。怖くはなかった？あのコンディション怖いけど、うん、でもやっぱり勝つの集中してたから、うん、勝つため、その怖さがやっぱり考えてなかった。なるほどね、もうそっちにフォーカスして絶対勝つぞっていう気持ちだった、うん、やっぱり今は、うん、そジェットスキーとかウォーターセーフティー最高だから、うんうん、今はチャンスで、うんうん、一番大きいチューブを乗れる挑戦だったんですよ、うんうんうん、僕には、うんうん、だからもっとチャージ、ちゃんとチャージして、うんうん、これ本当にいいオポチュニティに、うんうん、でかいチューブを乗れるから、うんうん、もう5-5で、うん、なるほど、平気だからだと思ってたから怖さがちょっとあったけど、でかいチューブを狙う考え方が もっと集中してたから、なるほど、うん、それすごいいいマインドですね。いいマインドセットだよね。なるほどね、行かなかったらわからないから、ねうんうんうん、そうやって挑戦して食らって、ああそれ僕平気だからまた行けるって思うよね、やっぱり。なるほどね、だからもう5-5で5-5 ホイット精神だったんだね。やっぱりでもその温床の夕方やっぱり難しくなったよね、うん、まあ、ちょっとなんかカミングアップもしてたし、コンディションチェンジしてたよね、うん、全部波クランブルで、うんうんうん、難しかったから。なるほどね、挑戦して、食らって一本やっぱりヘビーなね、やってたワイパーと3本ぐらい行ってた、当たんなかった下にリーフ、当たんなかった、当たんなかった、た、うん、よかったね、よかった、すごいコンディションだったよ、ね、やっぱりタッチって、うん、小さいこうやっぱヒットする。あ、そうなんだ、うん、じゃああんぐらい大きいと大丈夫なの？大丈夫。でもすごかったよね、そうだったね、あなんかもう車入っちゃうぐらいの、ね、最後の波、まあ最初の波だったらヒットメイクしたから、うん、最後超疲れてたから、そっかそっか、でもゴーゴーしかないって言って、なるほど、ね、その波セットで4個ぐらいあったから、うんうん、最後の波がちょっとボヨボヨして、うんうんうん、海動いてたもん、うん、ちょっと疲れてなくてちょっとボード長かったらもうちょい楽にレールが入ったかな、ね、はい、もう
分かんないけど。分かんないよね。でも、まあ、トレーニングだなったり、パイプとかになったら、もうちょっと長い板、次に活かせる感じだね。使えるっていうトレーニングだったり。なるほど。僕結構大きいから、この6668とか、簡単に動かせるよね、やっぱり。でもタヒチってそんな長すぎてもダメだよね。66マックスですよ、ね、そうだよね。コナーでも66とかだよね。66ですね、やっぱり。そうだね、掘れてるから、長い板に塗ったらやっぱり波の中に入んないよね、スペースがないから。ちょっと邪魔だよね。邪魔っす、刺さるから、板長いとスピード出てると前出ちゃうでしょ、だからこうストールしても中をずっと入れないもんね、そういうのもあるってことっすね。わ、かりました。でコナーさん、コナーさんのお気に入りのサーフポイントを日本、あとは海外、あとオーストラリアで教えてもらえると。ポイント、日本はまだでもスコアあんましてないよね。スコアしてないし、ね、でも稲村とかやってほしいなと思うけどね。リーフブレイク、台風の時とか。四国とかもいいかもね。四国とかいいよね、やっぱり。一回四国行ったけど、波あんまり当たんない。ちっちゃかったけど、いっぱいなんかポイントとかあるよね。そのリバーマウスとか、多いもんね。やっぱり気になってる。なるほどね。それスコアだったら最高だ。最高だ。でもどこでもリバーマウスとかいっぱいあるからね、日本って。タイミングだよね、でもね。来たタイミングだよね。でもいつも来るとき、シダとか結構いい波乗れるから、去年も結構いいセッションあったし、やっぱり千葉ってコンシスタントで、確かに。そうだね。でも今年、鼻水ちっちゃかったけど、全然できました。ファンだった、ね。ファンだった。プレスリーズみたいな形だった、楽しく乗れた感じ。楽しく乗れたし。ちなみに、じゃあオーストラリアどこが好き？シドニーの下がいいの。サウスコースト。サウスがいいんだ。やっぱり、いろんな種類の波あるし、チューブとかビーチとかポイントブレイクとかもあるし、人もあんまいないし、なるほど、やっぱり広いから、いろんなとこ行ってあんまり人いないからいっぱい波乗れるし、まあレノックスとか今住んでるとこ結構いいっすよ。そこも練習になる、いい練習になるよね、やっぱり CT っていっぱいライトポイントの試合あるから。そうだよね、ライト、まあ、バックハンドがコナーにはね、重要なもん。やっぱりライト、そのレノックスポイントを毎日、まあ、練習して、本当にいい練習になれるよね。なるほど。 CT の J ベイとかスナッパーとかエルサルバドルとか、いろんなポイントブレイクあるから、エルサルバドルね、まあそれでいい練習してロケーションとか行って、景気で自信で行けるよ、自信も毎日毎日やってるから。そうだね、家とみたいな波だから、ホームに似てる感じになるんだ。はい。ちなみにじゃあ他の日本とオーストラリア以外だったらどこが好き？JBA とか。 JBA 好きっすね、名前出たけど本当に JBA いい波だ。ジョン・ジョン倒した倒しては分かんないけど勝った勝ったよ、ね、ジャスト、JBA かこっちがリースだ。スーパーチューブス、スーパーチューブスとかエリセーラとか、エリセーラも好きなんだ。いろんな種類の波あるから。なるほど、ね、やっぱりポルトガル、オーストラリアとか似てるし、まあ、じゃあリーフブレイクとビーチブレイクだとどっちが好き？リーフの方が好きだ。の方が全然好き。でもビーチもファンだよね。ファン、やっぱりでもリーフっていい波を乗れるよね。マシンブレイクになってる時多いもんね。ビーチよりサイズある方が好き。サイズある方が好き。スモールウェーブとビッグウェーブだったらビッグウェーブの方がいい。ビッグウェーブ欲しい。重いから小さい波ちょっときついから。なるほど、ね、2週間ぐらいちゃんと日本でちっちゃい波乗ってるけど、その大きい波は全然。そうだよね、大きい波の方がやっぱり自分のサーフィングもっと練習にできるよね。まあウィークネスとかは見えるし、なるほど、よくなれるよね。なるほど、ちっちゃかったらスピードが一番大切なことですよね、やっぱり。それスピード大事だよね。スピードな、波のスピードなかったら、やっぱり難しくなるよ。どうやってよくなる、サーフィン、自分のサーフィンよくなると思うよね。なるほど、分かりました。ではコナンさん、日本でいっぱいご飯食べてると思うんですけど、好きな日本の食べ物は何ですか？好きな食べ物、お菓子とかも好き？お菓子は好きだからあんまり食べないの。 あんま食べないの、僕来る前、焼肉とか、焼肉が美味しいよね。焼肉とラーメン。ラーメンね。ラーメンいいね。何ラーメンが好きなの？味噌ラーメン好きだけど。味噌ラーメン。でもちょっと重いからそんなに食べないよね。でも細い、普通な、やっぱ醤油ラーメン。醤油ラーメン好き。細い麺と太い麺だったらどっちが好き？細い麺。細い麺が好きなんだ。細い麺が好き。でもやっぱり日本の米、お米が一番楽しみです。
美味しいよね。美味しい。あと柔らかくて。柔らかくてね、いっぱい食べる。どこでも食べれるか、いいお米は食べれるから、それだよね。焼肉もラーメンも合うもん ね食べるもんね。あ、納豆も大好き。あ、納豆好きなんだ。納豆大好き、うん、珍しいね、うん、納豆嫌いな人多くない？お家とかも。じゃコナだけ食べてるみたいな。自分で。でもオーストラリアに買うのって結構難しいよ。あんまない。あんまないから。なるほど。じゃあ日本で、まあ、日本に来てガンガン食べて。なるほどね、うん、まあ、セブンイレブンの、納豆ロール。納豆ロール好きなんだ。そうなんだらしいですよ皆さん。面白いね。面白いね、うん、やっぱり俺、うん、日本人だもんな。日本人はやっぱり納豆ですか。いい。僕日本の食事とか大好きや。朝ごはんとか、うん、すごい安いし美味しいもんね。美味しいし安いし。なるほど。体にいいし。体にいいしね。じゃあ全然話変わっちゃうんですけど、コナンさん実はね結婚してるんだよね、はい、今回奥さんのステッフと一緒に来てると思うんですけど、はい、結婚生活はどうですか？結婚生活いいっすね。まあでもツアー回っちゃってるもんね。回ってるっす。奥さんは一緒にツアー回ることもある？あるっす、うんうん、でも全部ではないし、ちょっとまあどこだっけ、半分ぐらい、半分ぐらい。コーチと回ったりとかもしないするからね、うん、奥さんも一緒だと大変だもんね。うん、あ、大変じゃないよ、うん、やっぱり奥さんと世界を回るのって結構楽しい。楽しい。スイッチオフできるよ。あ、リラックスできる感じだ。リラックスできる。なるほどね。コーチとずっと回ったら、うん、いつもなんか自分のサーフィンとかいつも考えてる。そっか、フォーカスしすぎちゃうから。やっぱりちょっと彼女と来て、うんうんうん、行ったら、うん、ちょっとスイッチオフできる。なるほどね。やっぱりいいバランスです。なるほど。ハワイのリザルト良かった時は奥さん いたっけ？いたっす、はい、そうだよね、はい、じゃあ結構いいリズムで、ね、いいリズムで、うん、やれてたんすね。やれるっす、うん、じゃあコナーさん、サーフィンについてちょっといろいろ聞いていきたいんですけど、うん、サーフィンにおいてフィジカルも大事じゃないですか、はい、あとテクニック、はい、あとマインド、はい、この3つだったらどれが一番重要でって思いますか？日本語で言うと心技体って言って、まあ、マインドの部分、さらにテクニックも大事じゃないですか。テクニックも大事。あとフィジカルも今結構みんなやってるもん。フィジカルはやっぱり怪我しないようにやるから、うんうんうん、フィジカルでしょ、うん、そしてもうちょっとパワーとか速くなってとか、うんうん、でもやっぱりメンタル本当に大事と思うな。それが一番かな。大切と思います、うんうん、フィジカルよりもうちょっと上かな。上だ、うん、やっぱりそのヒートのマインドセット、うん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 、どうやってコントロールできる、うんうん、それコントロールできなかったらもうフィジカルもうサーフィンできない。そっか、出せないってことか、うん、でもそのメンタルがよかったら、うん、フィジカル後に来るから、うんうんうん、メンタル本当に大切です。大事ですね。メンタルコーチ22歳に最初行って、うん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 、やっぱり僕そのメンタルのコーチ、うん、最初おかしい人しか使わないと思った、うん、そのメンタルトレーナー、あ、逆にね、どうやってその試合中、うんうん、ヒート中の、コントロールをできる考え方、うんうん、で僕には最初メンタルトレーナーに仕事した時、うんうんうん、こう結構試合前とか結構緊張して、うん、いつも緊張してるけど、うん、緊張してないっていつも自分で言ってた。なるほど。だ、大丈夫だよ、これ俺緊張してない、緊張してない、うんうんうん、緊張してないっていつも自分で言って、うん、やっぱりそれ良くなかった。逆にそれが良くなかった。逆にやっぱりそれ、うん、その緊張してないっていつも言った時やっぱりエネルギーをウェイストする、うん、あ、ウェイストするね、うん、緊張じゃないの集中いっぱいしてるから、うんうん、それでエネルギーをちょっとダウンして、うんうん、集中し、そのできるようにしたんだ。緊張をできるの集中、うん、をしないから緊張をするのは普通っていうマインドセットにしたんだ。マインドセットにしてもっと早く考え方が後ろに行って、うんうんうん、OK、 じゃあこのどうやってこのヒートを勝てる集中を早くにできる、うんうんうん、なるほどね、うん、そのマインドでいるとすごいフォーカスできるみたいな感じだね、はいはい、早くもうその集中そこにフォーカスできるんだね、うん、そうするとやっぱいい結果が出るようになったんだ。全然出たっす。なるほどね、うん、それすごい深いです。すごいよね、うんうん、それ一番大事だったっすね。やっぱり今までも使ってます。なるほどね。じゃあ今もそれ使って今使ってうまくコントロールしてるんですね。これは参考になりますね、はい、ありがとうございます。頑張ってください。
じゃあコーナーさん、ちょっとシンプルな質問なんですけど、はい、サーフィンでパドリングすごい大事じゃないですか、うん、パドリングが速くなるコツ知りたい人がいるんですけど、何が大事ですか？速く手をこれやる、そういう風にやってる、うん、会社やってる、これこういう。たまにやってる、たまに、たまに俺一回いつもやってる、ね、え、本当、手を閉じるようにしてる、手を閉じて、うん、それってもっと水をパワー持ってある、パワーね、うん、でもコナーはやっぱパワーあるからね、僕がそれやるとちょっと疲れちゃうから、あんまりやりすぎないようにしてるけど。でもやっぱりフィジカルのジムとか、うんうん、チンアップとか、うんうん、プッシュアップ、うんうん、結構この筋肉使って、うん、そうやってパドリングが、うん、よくなる、ね、なるほどね。パドリングって手じゃないけど、うん、ここだから、うんうんうん、背中も大事だもんね、背中も大事だから前もね大事だし、ね、このパワーが一番大切だから、うん、なるほどね。そうやって筋肉を使って、うん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 、それでチンアップとか、うんうんうん、プッシュアップは結構大切やるようにしてる、うん、じゃあそういうパドルも意識してトレーニングもやってるんだ、このやってるやってる、なるほど、うん、そしてこれ、これ一番、あ、そのパドリングの時で大事、これコナーさんのオリジナル、はい、これこれですね、コップ、コップ、うん、なるほどね、コップみたいな、コップコップみたいに漕ぐことが大事なんですちょっと閉じた方が大事で、全然大事です、わかりました面白いですじゃあサーフィンと話違う話になるんですけど、サーフィン以外の趣味とかってありますか？今ゴルフ結構ハマってる。ゴルフやってる、本当に下手くそだけど、下手くそやっぱりサーフィングとゴルフ、うん、合うよね、やっぱりリンクするんだね、リンクするやね、やっぱりそのメンタルの練習にいいと思う、うんうんうん、ゴルフのショットいつでもいいショットできないから、うんうんうん、悪いショットやって、うん、もう次のショット良くなれるのマインドセットが結構なんか面白いと思います。考えることができるんだね、うん、そしてやっぱり逆だからね、やっぱり海に入んないから、そっか、木とかランドでやってやるから、うんうんうん、あれだね、スイッチオフできる、なるほどね、うん、全然違うもんね、全然違う、確かに、でも読まないといけない、本当に下手くそだけど、下手なんだ、なんか楽しい、やっぱり良、うん、くなる、なれるパスが大きいから、うんうんうん、いいショットやって、うん、わあすごい超嬉しいって思うから、うんうん、それでまあハマってるっす。なるほどね、うん、ちなみに CT ツアーだと誰が上手いんですか？ケリー上手いっすね、ケリースレッド上手い、ケリー上手い、結構みんなやってるからね、みんなじゃあそれなりに上手いんだ、うん、いいスイッチオフですね、うん、波良くない日とかゴルフやって、うん、なるほどね、まあ友達と、まあ、遊んでとか、ちょっとクールダウンしながらも楽しんでやれるみたいな、楽しんで、わかりました、うん、ありがとうございます、はい、じゃあコナーさん最後の質問、はい、2025年の CT ツアーもあると思うんですけど、はい、来年の目標などを教えてもらえますか？はい、来年の目標は CT の試合勝ちたいな、うん、本当に勝ちたい、優勝ってことですね、優勝にしたい、なるほど、いっぱい試合を勝つのは最初の目標で、やっぱフィジーとトップ5は、うんうん、その試合を勝ったらその目標も来るから、うんうんうん、1回1回試合のを勝つことは一番、目標と思います、うん、なるほどね、そして目標は、まあ、最後はやっぱりトップ5でフィジーとかそうだねを入りたいけど、でもその1回1回勝ちたい、コミットしてってこと、目標は一番です、やっぱり、うん、なるほどね、そして、まあ、来年のヒートアブレージ、うんうん、13点プラス持ってきたいと思います、なるほど、僕今年やっぱりそのコンシステンシーが良くなかったから、うん、そのヒートアベレージ結構良くなかった、ヒートアベレージ 10点ぐらいだった、10点ぐらい、うん、じゃあ6点と4点とか5点と5点とか、はいはい、13点だと7点と6点とか、はい、6点とか、うん、それアップしたいと思う、うん、なるほどね、そうやって目標した方が、うん、その後にいい結果とか来るから、うんうんうん、コンシステントなヒートアベレージとか、うん、毎回毎回集中した方が、うんうん、その結果とか後来るから、うんうんうん、それで目標ですよ、一番まあ大事な集中した目標だよ、なるほどね、うん、それ結構大変そうだね、でも大変そうです難しいです、難しい、うん、で結構そこを3点ぐらい上げるってなると大変だね、うん、大変だけど、うん、まあいい挑戦になるよ、なるほどね、うん、じゃあ最後にファンの皆さんにメッセージをお願いします、はいはい、今年結構まあアップアンドダウンイヤーだったので、うんうん、その日本のサポート本当にすごかったので、うん、本当にありがたいので、来年ももっともっと頑張って、もっと集中して、そのまあヒートアベレージ13点プラスになって、試合を勝ってトップ5を目指すことがやりたいので、応援よろしくお願いします、頑張りましょう、ありがとうございます、コナオレアリさんでした、ありがとうございます、はい、ありがとうございます、ありがとうみんなはい、というわけでですね、
コナ・オレアリーさんのインタビュー終わりました。まあ、いろんな話を聞けて、基本的に僕が聞きたいことをメインで聞かせていただいたんですけども、YouTube ライブで募集した質問などもちょっと答えさせてもらって、いろいろね、コナーさんのことを皆さんも知れたんじゃないかなというふうに思います。個人的にはオリンピックの話であったり、メンタルの話であったりとか、結構深い話もね、コナーしてくれて、やっぱり日本に結構長くいてくれてたんで、だいぶ日本語もね、喋れるようになってきたし、大丈夫かなってカメラ外で言ってたんですけども、結構伝わってきましたし、前にインタビューしてもらった時より、すごくこう、うまく喋れていったと思うので、皆さんも聞きやすかったんじゃないでしょうか。ぜひね、コナーさんのインスタグラム概要欄貼っとくので、皆さんフォローしてたくさん応援していただけると嬉しいので、よろしくお願いします。2025年の1月からおそらくハワイでね、パイプラインからね、 CT ツアーも始まっていくので、まあ、帰ったらまたね、トレーニングとかも続けて忙しくなっていくと思うのですが、多分コナーさんね、海で会ったらすごいフレンドリーに話してくれると思うので、まあ、その辺も皆さんぜひ会ったらね、応援してみてください。というわけで、今回も最高の動画が撮れたと思うので、皆さんいいね、コメントなどもたくさんお待ちしてますので、よろしくお願いします。ありがとうございました。